産業革命とは、最近言われ始めた概念のようで、菅、明治維新後の経緯をそう呼んでるようです。1880年以降、日本では、明治維新で作られた完成の工場などが民間に払い下げられ始めました。このことを、一般に、日本の産業革命と呼んでるようです。比較すればわかりますが、イギリスは、基本的に巨大な民間資本がすでに存在した状態で、国王の庇護があったとはいえ、基本的に民間で行われたものですが、日本の場合は、明治政府が強権的に推し進めた近代化の財産を民間に払い下げる形で起こったもので、民と官の主導という違いが最大の違いです。では、どうぞ。日本が短期間で大国になった理由を紹介したビデオが話題になっていました。ビデオでは、日本が急速に発展した理由の一つが明治維新であり、ヨーロッパの3分の1の期間で産業革命を成し遂げたのだと語っています。そんなビデオに、海外からも様々な意見が寄せられていました。日本は、人口は多く資源が少ないにもかかわらず、世界一発展した世界一長寿な国になった。最初から大国だったわけじゃない。19世紀まで遅れた貧しい国だった。どうやって日本は技術立国になったのだろう。一つは150年前の明治維新。2018年は150周年記念だ。250年以上に及ぶ徳川支配が終わり、天皇が取って代わった。日本は鎖国によって中世ヨーロッパに近いままだった。1853年、米艦隊が現れて開国を迫ったことがきっかけで変わった。技術的に進んでいた米国が相手では開国するしかなかった。国力のなさと中国帝国の衰退を目の当たりにして、モダン侍が大日本帝国を作った。明治維新によって全てが変わった。西洋の技術を取り入れ、技術や軍事が発展。各地域に両院制のような独立した司法部が置かれ、新たな都道府県制度が作られた。米による年貢は土地ベースの税に変えられた。年間税収が予測可能になったことで、投資やインフラ整備がやりやすくなった。その結果、現代の土地管理制度が作られるきっかけになった。明治維新からわずか4年後、全国に初等教育が敷かれ、東京工業大学と東京大学が作られた。日本人のオープンさも助けになった。外国人の専門家は知識を与えたがったし、日本人も率先してヨーロッパとアメリカに留学した。日本の産業革命が興味深いのは、ヨーロッパの3分の1の期間で成し遂げたことだ。その後、近隣国へ影響力を増していく。大英帝国との同盟結束で産業が発展しただけでなく、第一次大戦時の輸出で経済が発展した。この時に、日本人起業家から多くの億万長者が誕生した。貿易が伸びれば誰もが得をする。トランプは覚えておいた方がいい。1926年、昭和天皇が即位。日本は好戦的になっていく。1931年、満州を占領。その結果、西洋との間で摩擦を生むことになる。政府は、軍需産業を伸ばすために、財閥の形成を奨励してた。多くの企業に公的資金を投入して、政府が所有した企業もあった。軍事予算も増える一方だった。その結果、小企業は荒廃し、第二次大戦終盤にはほとんど残ってなかった。より権威主義になり、軍隊の影響力が増す一方で、国民は貧しくなっていった。終戦後、日本は焼け野原になっていただけでなく、経済も逆戻りしてた。どうやって、戦後、日本はわずか数年で大国になることができたのか。それは、将来のビデオで紹介する。基本技術で日本が劣っていたということはありません。